バローティはイタリアベネト州ビチェンツァ県ビチェンツァ出身のサッカー選手、スポール所属。ポジションは MF。2006年から UC アルビーノレッフェのユースチームに所属し後シーズンを過ごした。2010年10月27日、コッパイタリアの FC クロトーネ戦でトップチームデビューした。3日後にはノバーラカルチョ戦でセリエ B デビューを果たした。 2011年1月、AC ミランに移籍することが決定したが、そのシーズンはアルビーノレフフェイでプレーした。2014年7月には、エラスベローナ FC に期限付き移籍した。2015年7月7日にベローナと新たな契約を結んだ。同月23日、セリエ B のデルフィーノペスカーラ1936にローンで加入した。2016年2月1日に、 AAS リボルのカルチョに期限付き移籍し、引き続きセリビーでプレーすることとなった。2018年7月6日、スポールエレンタル移籍。イタリア代表として、世代別代表に招集されている。父親のアラディーノ・バローティは、現役時代にアタランタ・ BC やピアチェンツァ・カルチョでプレーした。また現在は、UC ・アルビーノ・レッフェで、スポーツディレクターを務めている。 ありがとうございます。